まあ、お帰りなさい。私、見つかってしまいましたね。あらあら、うんうん、見つかってしまったわ。ほら、今日は若い人のお祭りなのでしょう。それなら、私は今日は控えに回って。疲れて部屋に戻ってきたあなたを、お菓子と温かいミルクでもてなしてあげましょうって。そう考えたの。明暗明暗。それじゃあ、はい、どうぞ。いえいえ、おかわりもありますからね。たくさん召し上がれ。チョコレートというのは新しいお菓子なのよね。で、甘いお菓子にはホットミルクが一番。ホワイトチョコレートというものもあると他の英霊さんたちに聞いたのだけど、難しくて失敗してしまいそうだったから、えいやと砕いてブラウニーにしてみたの。はい、召し上がれ。おいしい。まあ、よかったわ。ほらほら、おいで。いい子いい子。私の欲しい言葉をくれるだなんて、いい子ね。凝ったお菓子ではなくて、とても簡単に作れるの。また作ってあげましょうね。今度は、そうね。マシュやアステリオスも連れてきてちょうだいな。オリオン殿やアスクレピオス君もどうかしら。喜んでいただけるかしら。私、可愛い子たち皆をもてなしてあげたいの。あなたに頼めば叶うでしょ。あなたはほら、マスな？あら、正解なのね。マスナ。あなたはほら、マスナンというものでしょ？サーバントがたくさんの。はあ、楽しみになってきたわ。にぎやかなパーティーになりそうね。それじゃ、お願いしたわ。もちろん、今日ではなくて他の日で結構ですから。皆を集めてくださいね。私、全力でもてなしてあげちゃいましょう。はい、元気で良いお返事です。とりあえず、ブラウニーは全部食べきってもよし、お腹が空いた時のために持って行ってもよし、です。ああ、でも、歩きながら食べるのはいけませんよ。お行儀が良くないですからね。では、またね。バレンタインデー、たっぷり楽しんできなさいな。